シ C 糖の凝縫頭部を表面から刺激することにより脳を刺激して脳の働きを活性化し頭痛やめまいなどの症状を軽減し脳血管障害脳出血や脳梗塞などで以前は日本人の死因の第一位でしたを予防しますまた頭皮の治流を良くしてハゲや白髪を予防します一両手の指を軽く曲げ熊手のようにして 頭の皮を押さえ頭の皮を動かすようにしながら側面の毛の生え際から頭の頂上にもみ上げるようにマッサージしますゆっくり側頭部から始めて後頭部に移って一気二十から三十回行います2両手の指を熊手のようにして頭髪の前頭部のせいへ際から後頭部へ向かって頭を櫛ですくようにマッサージします 30回くらい行い行ます老け顔をくでる人は下に新聞など敷いておきます3指先全体で軽く頭をまんべんなく叩くようにします痛みを感じる部位は念を入れて叩くかよく指をします50回くらい叩きます頭には多くの重要なツボが分布しています 良い頭のてっぺここに「歯100回」という特脈のツボがあり頭痛不眠高血圧などに効果があります5頭の毛をきれいにすって坊主頭にします男で坊主頭にできない人や女性はできるだけ短い髪に刈ります D 顔の凝法顔は心身の鏡でります 心やや体の不調が表情に現れすすいところです顔の凝法により顔のシワがなくなり余分な贅肉が取れて表情が豊かになれば人間関係にいい影響を与え心の健康も回復するでしょう顔面にも多くのツボがあります一両手のひらで角の毛の生え際から下へ目頬顎の順にゆっくり 30回くらい繰り返しし撫で下ろします。コスメン2右手のひらでガク右方顎にかけてゆっくり30回くらい繰り返し撫でます3左手のひらでガク左方顎にかけてゆっくり30回くらい繰り返し撫でます4右手のひらで右目右方顎にかけてゆっくり30回くらい繰り返し撫でます ご左手のひらで左目左方顎にかけてゆっくり30回くらい繰り返し撫でます6個目込みには逆主人探検というツボがあり目の痛みや高血圧の治療に有効です10回くらい視圧しますいい目の行法目は心の窓とされていて目が生き生きと輝いていれば健康で目に 光がなくよどんでいれば不健康であると推定できます。人間は視覚の動物で多くの情報を目から得ていますが目に対する手入れはほとんど行っていません。目を開けて物を見ることは東洋医学的に見るとそれだけでかなりの気のエネルギーを消費しています。ですから必要以上に目を開けて物を見ることは 本来病気を治すのに必要な気のエネルギーを無駄に消費していることになります。ですから、病気の時は、できるだけ目を使わず、静かに目を閉じている方がいいのです。昔の結核療養所では、読書なども禁止されていましたし、テレビなどは、今でも禁止している結核療養所もあります。このようなことは、一見不合理に思われ、最近の医師は、 そんななこととは意味がが、いいいう人もいますが東洋医学的視点からは大きな間違いですがんに限らず慢性疾患にかかると一日中テレビを見たり読書をしたりして過ごしそれで療養をしているつもりになっている人がほとんどですしかしこのような療養態度はよくありません実は目でものを見るという行為自体が 大量のののエネルギーを消費しているのですこのようなことでは目から本来は病気の治癒に費やされる大量の生命エネルギーである気を失っていることになり病気治療のためには決してよくありません。病気の時は軽い散歩をして四季折々の自然の風景を眺めるかじっとしている時はできるだけ目を閉じていた方が気がこすり減るのを防止できます。 目を閉じているときは、精神療法である瞑想法を行うと効果的です。東洋医学的病理観では、目は肝臓と重要な関係があると考えています。この見地から、目の運動は肝臓や肝臓と関係の深い胆脳や全身の筋肉や爪にも良い,い影響を与えると考えられます。 1十分にこすって温めた手のひらで目をそっと覆い目を閉じます手のひらの中心部のローミアの壺から目の疲れを癒す温かい光が出て目の疲れを癒していると想像します2から3分の間じっとしていますそれからゆっくり手を回して光が目に染み渡ってマッサージしている様子を想像し目がよくなる目がよくなると 心の中でつぶやきます。二手のひらで目を覆った状態で目を閉じたまま、眼球で上を見てついで下を見ます。この運動は、ゆっくり1で上、2で下というように10まで数えながら行います。次に、眼球で左を見てから右を見ます。この運動は、ゆっくり1で左、 2で右というように10まで数えながら行います。ついで眼球で左上を見てから右下を見ます。この運動はゆっくり1で左上、2で右下というように10まで数えながら行います。ついで眼球で右上を見てから左下を見ます。この運動はゆっくり1で右上、 2で左下というように10まで数えながら行います次に眼球をゆっくり時計回りに10回回回します次いで眼球をゆっくり半時計回りに10回回します回数は変えてもかまいません三手のひらの母指をか手のひらの親指の付け根あたりのややほうランダ状閉じためにやや強く当て 目尻からこめかみにかけてこするようにマッサージします。10回くらい行います。目は閉じたままで行います。4目を閉じて、人差し指、中指、薬指の三つ指の指先を軽く。目に当てて、指先で軽く気持ちの良い程度に眼球を2から3秒圧迫して離します。10回くらい行います。 眼球内部の水分の循環障害である緑内障の予防になります。ゴメを閉じて人差し指と中指の指先を軽く目に当てます。2本の指でまぶたの上から気持ちのいい痛くない程度に軽く眼球をマッサージします。6洗面器にきれいな冷水を貼りその中に顔をつけて水の中で。 目をパチパチ開いたり閉じたりしますさらに水の中で開いた目を上下左右動かしたり回したりします朝洗顔とともに行うと効果的ですこの洗顔は白内障の予防になります白内障とは目がかすんで見えにくくなる病気で水きら体が濁ることが原因ですが東洋医学では目に ゴミが入りることが原因であると考えています七目の周りの壺を支圧します目の内側にある清明膀胱系目の外側にある胴子胆系目の上でまつ毛の内側にある三竹膀胱系目の上でまつ毛の外側にあるし、竹空三五毛系目の下にある受け玉は球、異形などが有うりますいずれも 左右とも10回くらい気持ちの良い程度にし圧します。